ちゃんくん、ぽんちゃん、おはよう。おはよう。ぽんちゃんもいきなり頭触っても大丈夫だね。ああ、ぽんちゃん。ぽんちゃん。おいおい。はい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 、ぽんちゃん。ぽんちゃん、どれどれ。今朝2人の会話の中で、いちご大福どっかに売ってないのって言ったら、うちの近所にありました。これです。これがいちご大福172円。これすぐ3分で買いに行けます。買いに行こうと。3分で行けるあそこ、チャリだったらね。今日はあ、でもこれ朝何時からやってるか見とかないと。この地域には珍しくインターネットに情報があった。あそこのお店さ、なんかちょっと外見も、あ、でも不足している情報を追加になってるから、和菓子屋さんの割にはさ、なんかちょっと見た目が近代的っていうかさ。そうだね。でもね、3人ぐらいしか入れませんって書いてあるね。だからカウンターっていうか、なんていうの、ショーケースだけが置いてあるんだね。まあでも中ちょっと入れるようになってるとこも結構あるから。営業時間は書いてません。ここをちょっと検索してみるか。そうそう、創作和菓子って書いてあった。だからちょっと変わってるのかな。会見も変わってるし。うん。ウェブサイト、ウェブサイトあるかな。あった。え、でも創業60年とか書いてある。老舗じゃん。お、どら焼き変わってる。本当だ。営業時間は？ブ、うん、ログみたいだ。店舗紹介、この右の10時からだ。火曜日定休です。今日は水曜日。ああ、よかった。じゃあ今日は朝からいちご大福だ。朝からだな。ご飯食べ終わってからでしょ、おやつね。うん、さあ、じゃあ、渋沢支店のお問い合わせはこちら。え、渋沢もある。うん、2件あるんだね。はい、ジャン君、ポンちゃん、これからちょっと朝ごはんを作ってきますよ。お布団もあげないとね。楽しいか。うん。ほほほほほ。かわいいです。面白い顔になってるよ。かわいいもんね。ピントが合わない。お風呂、かわいい。
ババンババンバンバンだよね。姉ちゃんくん。